シドニーっていうのはやっぱりすごく綺麗なところだし、今回のプロジェクトは特にまた魅力的な場所にあるので、場所がね、ちょうどその海っていうか、まあベイと、それからボタニカルガーデン、そしてオフィス街のこう中間にあるので、いろんな人がまあこう行き交うし、あとはこの自然の地形の岬の地形というものが急峻な地形が残されていて、そういうことですごく魅力的だな。最初にお話があったコンペの招待をいただいた時から非常に怖くしながら、もしできたら やりたいなという思いでコンペにまず参加しました。建築っていうのはその場所に立ちますので、そこのそれぞれの場所が持っている、まあ、歴史とか場所によって光の色が違いますね。そうすると同じ材料を使ったり同じようなこう空間を使ってもその光の状況が違いますので、見え方が変わってくるっていうか体験が変わってくるっていう。横に本館があるというのもそうですし、下に高速道路が走っていて、なんてランドブリッジと呼んでますけれども、橋の上に立つわけ、部分的に立つわけですね。あとは港沿いにオイルタンクっていう古い歴史的な遺構があるわけですね。今回のプロジェクトを特別ユニークな、他の美術館とは違うものにしていることだと思います。なるべく既存の文脈に調和して連続するような建築を目指しています。そういうわけで建物も面積としては大きいんですけど、単位を小さくして、ちょっとこういくつかのパビリオンに分けて斜面に沿って配置していくという形にして、その岬の高いところから下まで徐々に美術を経験していくうちに徐々に下がっていくという形しました。一つはやっぱり私たちそのランドブリッジを隠しちゃうとかオイルタンクを隠しちゃうってことじゃなくて、むしろそういうものを全部見せながら体験するようにっていうふうなことをまあ考えてデザインをしていると。私たちのデザインっていうのは特別なんかその建築そのものがあんまりこうわーっと出てくるっていうよりは、そこにあるだからアートがやっぱりそこのものと一緒にうまくこう体験される。まあ我々の場合は例えば美術館を公園のようなものとして作ろうとしてる。アートもそういう自然のシドニーが持つ非常に美しい自然と、それからそういう構築されたものととアートっていうのを一緒にこう体験していくっていうのが一番特徴的なところかなと思います。そういう意味では作品1個っていうのもあるんですけれども、建物が何かこの環境を感じれるようになってて、シドニーの地形やもしくはオイルタンクっていうような歴史を感じるようになっていて、その一環として芸術もあるという、そういう関係性がよく分かるといいなと思ってます。そのみんなと一緒にこうありたいと思われるような場所になるっていうことがすごくやっぱ重要だと思うんですよね。日本語で言うと宝物殿っていうんですけど、重要なものを収めた建物なんですね。それを中心にいろんな人が集まってくるということで、まあ自分たちの普段のそのコミュニティと違うコミュニティが作れていく、いろいろな形でみんなに使われて愛される場所になっていくということが一番象徴的に現れてるかな。ワクワクすると思いますね、すごく。